海南チベット族自治州は中華人民、共和国青海省に位置する、チベット族自治州。チベット名の、ソとは、中国名、大御子で名高いソティショルギャルモ、ロとは、南を意味し、合わせて、ソティショルギャルモの南を意味する。中国名、海南は、その地区ごわけである。チベットの伝統的な地陸分では、アムド地方の東部に相当する。州都はチャプチャ。 北方で海北、チベット族自治州、東方で木南チベット族自治州、南方でコロクチベット族自治州、西方で海西モンゴル族チベット族自治州と接する。チベット族六十二点七七パーセント、漢族二十八点零六パーセント、海族六点九七パーセント。全六十年、官長は、金城郡に、河瀬県を設置、現在の高乗り県及び、 共和県東部を管轄していた。4年には、共和、協会両県の大部分を管轄する再開軍が設置されている。南北朝時代になると540年、豊久魂は、共和県石の伊とに、副市城を建設、国土と定め、以降中原王朝と都番の支配が繰り返されることとなった。現代になると1271年に、 先生行を川州路に既得州が設置され、高野共和領県を管轄、それ以外の地区は、信正院と番等を所瀬に市の管轄とされ、必ず里万古府と称された。1375年、明朝は、先生都市騎士が州営の下に、既得守る五千個省設置、高野利、紀南、道徳及び江南州を、その他の地域は答え、 スカサーサマンコフ及び必ずサトエイの管轄とされた。新庁が成立すると、当初は民政が添が重ねされた。1724年、高野県に、金佐総理猛古版氏事務大臣公所が設置され、海南州内の牧区を管轄したが、後に、青年に移転、1761年に再び高野に、戻された。1791年に木特庁が設置され、 現在の海南地区を管轄するようになった。1913年、中華民国政府による調整廃止に伴い、北区町は県に改変。1915年には北京政府によりアマペンネ海陳樹市及び猛盘繊医師の管轄とされた。青海省が設置されると1929年に、共和県、1935年に、道徳県、 1939年に、大河設置局が設置されている。1949年、国境内戦により、海岸州の実行支配権を獲得した、中国共産党は9月に高野り、友川、境界、道徳の四県人民政府を設置している。1953年12月15日、海南チベット属自治区が設置が設置された。 1953年12月15日に海南チベット族自治州に解消され現在に至る。この自治州は5県からなり、州人民政府は共和県のチャプチャーに位置する。海南チベット族自治区海南チベット族自治州、ありがとうございます。